新之助を指名手配する警視庁三時間小林慎二役柳沢慎吾さんからのコメントでしたさて内田さんはい、はい、現場で柳沢さんとご一緒されたそうですけれども、はい、あの現場での柳沢さんはいかがでしたか <laughs> いやあのテレビなどでずっと小さい頃から見ていて大ファンだったんですけれども現場でも本当にそのままで あ逆にこっちが本当の慎吾さんなんだって思って本当に笑いが絶えない現場だったんですけれどもあの小コさん時間はまたいつもの普段の慎吾さんとは全然違うちょっと怖いあの方なのであのキリコとしてちょっとそのコさん時間にいこうなんていうんですかね詰め寄るシーンが。 あったのでとても緊張して最初うまくできなくてその時にあの慎吾さんがあの僕あの俺が小さい頃あ小さい頃じゃない幼少の頃じゃなくてあの子供も青年時代 うまくくできなくて、監督にすごい怒られたことがあるから大丈夫だよって言ってずっと隣で励ましてくださったのでなんかとても貴重な体験ができました。 なるほどではそのシーンも見どころですねはい、はい、ではありがとうございましたでは皆様ご期待いただきましょう以上皆様のご挨拶とゲストの方のご紹介でしたありがとうございましたでは引き続きましてこれより質問のお時間とさせていただきますが最初に私よりまたいくつか質問させていただきその後にマスコミの皆様からの質問となりますのでどうぞよろしくお願いいたしますではまずは竹内さん 先ほどご挨拶の中でも今回の映画撮影のお話ししてくださいましたけれども、はいはい、改めて映画の撮影を終えて今のご感想いかかがでしょうかあのすごい楽しかったですね。あの正直仮面ラライイダードライブという現場がもう僕が初めてと言ってもいいぐらい大きな現場だったので、まあ、第1話クランクインしてからまず現場に慣れたり課題をこなすことに必死で正直自分しか見えない っていう期間が最初のそうだったんですけどまあだんだん回を重ねていくことにキャストの周りの皆さんだったりとかもう最初僕がキャストの中では一番年下で芸歴も一番下で教えてもらうことばっかりだったんですけどまあだんだん自分がやらなきゃいけないことだったりとかもしっかりしてきて本当に今ではもう考えることが第1話よりはすごく増えたのでそれもすごくやってて楽しいですしまあ今回の映画は ドライブ単独ですしすごい終わってからやりがいがありましたねなるほど、はい、ではもう本当に8月4日が待ちきれないですねそうですね,ねまだ予告もできてないみたいなので,で、ね、早くちょっと、はい、早く予告を作ってほしいですなるほど楽しみにしたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、それでは ゲストのお二人マッケイユーさんそして加計さんにお伺いしていきたいと思います歴史ある壁ライダーシリーズへの出演が決まった時のお気持ちを聞かせていただきたいと思いますマッケイユーさんからお願いします、はいえー、そうですね僕もアメリカにずっといたんですけどもずっと小さい頃からレンタルで見ていたのでこういうドライブっていう新しい多分一度しかない車のシリーズに出れるということですごく嬉しかったですしワクワクもしました なるほど実際出てみていかがでしたか、はい、そうですねなんか今も実感はないんですけどすごくかっこいいなっていうのがまたあの思いましてその現場での竹内さんだったりあの皆さんとのコミュニケーションもすごく楽しかったですし本当にいい現場だなと思いましたなるほど楽しみにしたいと思います、はい、加計さんはいかがでしたかこのご出演が決まって、はい えと私もあの弟がいて昔から一緒に「仮面ライダー」をずっと見てたので、あのー、やっぱりなんだろういろんなお仕事してみたいっていう中でも「仮面ライダー」に出れるっていうのはもうなんか憧れの憧れっていう感じだったんでそれにプラス映画ってなかなか経験できることじゃないんでもうすごい嬉しかったですね。 ありがとうございます。ではその映画の公開、やっぱり楽しみにさせていただきたいと思います。<laughs>